日本東京都三鷹市新川新川は東京都三鷹市の町名。現行行政地名は新川1丁目から6丁目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は181-0004。三鷹市の南東部に位置する。多摩地域の拠点病院の一つである京林大学医学部附属病院が域内にあり、主に公共機関。 集合住宅と一戸建ての住宅街からなる。一丁目に、三鷹市役所東部下水処理場、三鷹市環境センター、三鷹市立第五中学校、二丁目に、三鷹市立第六中学校、三丁目に、新川丸池公園、丸池の里、勝園神社、四丁目と五丁目に新川島屋敷団地、五丁目に、アジアアアフリカ語学院、六丁目に、 東京都立三鷹中等教育学校、京林大学医学物付属病院、東京大学三鷹国際学生宿舎、海上技術安全研究所、電子広報研究所、消防大学校、千川公園がある。東は北の調布市緑ヶ丘、西は調布市新大寺東町、南は中原、北は下連塾、群れと接している。南北を貫くように、 吉祥寺通りが東西を貫くように東八道路が通じて、新川は交番前交差点で交わっている。一丁目の南部を通る東京外環自動車道が建設中となっている。住宅地の地価は2015年1月1日の工事地価によれば、進化は6の23の25の地点で37万千円平方メートルとなっている。 2018年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる野川村と上千川村が合併した際の村名新川村による。三鷹市は大部分が鉄道空白地域で、この地域にも鉄道路線は存在しない。このため、小田急バスを中心に、 多数のバス路線が運行される。アジアアフリカ語学院前停留所は、調布駅北口、野が谷方面へ向かうバスが発着するバス停と、仙川方面からのバス停、仙川方面へ向かうバスが発着するバス停が存在する。調布駅北口、野が谷方面からのバスは、バス停がなく通過するため、中原3丁目、丸池公園入り口、 京林大学病院前を利用することとなる。団地南口停留所は、千川方向に停留所がないため、中原小学校停留所が、新川団地南口の最寄り停留所となる。新川停留所は、野村病院停留所、NTT データビル前停留所、下連釈6丁目停留所とともに、三鷹市にあるにもかかわらず、三鷹駅行きが停車しない。新川停留所利用者は、 資金の新川通り停留所を利用する。新川停留所は、下連弱地域を除く小田急バスの停留所で、吉祥寺駅行きのバスの発着本数が一番多いため、付近4カ所の停留所から利用客が多く来るため、朝ラッシュから日中の混雑が極めて高い。ありがとうございます。